はい、いつもご視聴ありがとうございます。 V ジロックです。今回の動画はタイホアヒン滞在中に食べた食事、こちらをご紹介したいと思います。大きく3つに分かれていまして、ホテル近くにあるナイトマーケット周辺のお店、それから朝食、どでかいハンバーガー、こちらをご紹介いたします。まずはこちら、ホテル近くにあるナイトマーケット周辺の様子からですね。一応ナイトマーケットということにはなっていますが、このように明るい時間からですね、多くの店が営業しています。チキンケバブや、カオニャオママもありますね。それからカバン屋さん、こちらはフルーツスムージーのお店ですね。とても安いです。アクセサリーや洋服のお店なんかもありますね。ホアヒンはパタヤと同じように海が近いということで、シーフードのお店がかなり多くありました。とても新鮮そうで大きなエビが印象的です。シーフード料理も嫌いではないですが、結局私はパタヤと同じように定番のタイ料理を選ぶことにします。こちらがガパオライスのお店ですね。タイ語表記のみですが、価格はとてもリーズナブルでした。こちらのお店は店舗ではなく屋台ということで、椅子とテーブルが屋外に少しだけ用意されています。多くの方はバイクで来てそのまま購入して持って帰る、このような感じでした。現地の方が多く利用されていたので人気店と思われます。今回注文したガパオライスは目玉焼きがついて、なんと驚きの価格40バーツでした。パタヤだと60バーツぐらいはしそうですね。続いて紹介するお店はナイトマーケットから少し離れたローカル店。屋台と店舗のちょうど中間のような雰囲気です。初めてタイを訪れる方には少しちょっと入りにくいかもしれませんが、パタヤに慣れている方はとても居心地がいいと思います。オープンスタイルでとても店内は熱いです。注文したガパオライスがこちら。量はやや少なめですが、濃いめな味付けでご飯との相性は抜群です。こちら目玉焼きがついて60バーツと標準的な価格でした。こちらはまたナイトマーケットに戻ってですね、屋台で販売されていたタイのこれニラまんじゅうでしょうか。とてもいい匂いがしていたので、つい匂いにつられて購入してみました。こちらの料理単価はよくわからないのですが、30バーツ分の量を購入してみました。出来たてということもあって熱々でビールとの相性がとてもいいです。はい、ここからはですね、持ち帰りにした場合についてですね、パタヤとの違いがあったので、紹介します。まずはカオマンガイを購入しました。続いてこちら気になったお店のチキンケバブですね。チキンケバブといえばパタヤでも定番のファーストフードなんですけども、今回こちら贅沢にチーズをトッピングして購入してみました。こちら購入したチキンケバブですけども、チーズのトッピングは20バーツということで、パタヤと同じ価格ですね。あと、パタヤでもおなじみの串料理がありましたので、こちらも購入してみました。チキンとムーピンは1本各15バーツということで、あまり差はないかなという感じですね。はい、こちらホテルで持ち帰った様子なんですけども、ここで少し驚きがありました。はい、なんとこちらカオマンガイなんです。驚きました。パタヤでは見たことがないこのカビに包まれたスタイル、このような方法があったのかと。料理はカオマンガイなんですが、なんかちょっと別の料理に見えますよね。こちらチーズをトッピングしたチキンケバブです。価格の割にですね、なかなかボリュームもあって味も良かったです。価格は80バーツということで、今のパタヤよりも少し安いかもしれません。こちらは屋台で購入したガイアンと、それからムーピンですね。1本15バーツで、このサイズですとパタヤとそんなに変わらないかなと。味は美味しかったです。こちら紙で包まれたカウマンガイは40バーツ、量はやや少なめですね。他にも気になるお店があって、こちらはパッタイ、なんとこちら20バーツですが、こちらも紙で包まれたスタイル、具材量は乏しいです。
続いてこちらのお店でガパオライスを持ち帰り、なんとガパオライスも紙で包まれていました。40バーツです。近くの屋台で購入した街頭とは50バーツと、こちらはやや高めでした。続いて気になったお店がこちら、チキンケバブ40バーツと書かれています。いや、かなり小さいのかなと思ったんですが、実際購入してみるとそこまで小さくもなく、いや安いですね。すぐ隣で販売されていたパッタイ、こちらも気になったので購入。こちらは紙ではなくパック売りでしたね。価格は50バーツで、まあ標準的な内容です。はい、ここからはですね、朝食でおすすめのお店を紹介したいと思います。まあ、朝食といってもいくつもの店舗を訪れたわけでもなくですね、基本的にお気に入りのお店がこちらですね。 JJ モーターバイクカフェというこちらになります。なんとこちらのお店、朝食のセットメニューが69バーツから提供されています。パタヤでも69バーツはなかなかないんじゃないでしょうか。他にコーヒーやスムージーなど、カフェドリンクメニューも豊富です。店内だけでなく、こちらの店屋外での食事も可能です。はい、こちらが店内なんですけども、座席と椅子はかなり少ないようです。まあ、おそらく10名ほどしか着席できないような、そんな感じですかね。着席をした後、改めて店内を見回したんですが、まあ、雰囲気はかなりおしゃれなカフェ、そんな感じです。ただやはり狭いですね。気になったのが棚の上にある飛行機の模型です。右からシンガポール航空、タイ航空と並んで、 ANA の機材が一番大きかったです。はい、こちらのお店のメニューですが、69バーツのブレックファーストメニューを中心にですね、まあ、ご飯物の料理も提供されています。こちら89バーツですね。それからワッフルやパンケーキもありますね。あとはパスタなんかも提供されていました。注意していただきたいのは、朝食のセットにはコーヒーが含まれていないということです。ということでこちらカフェラテを注文したんですが、なんと価格45バーツで、かなり本格的な味わいで美味しかったです。当然料理は作り置きではなく、注文してから調理されるので、5分ほど待つことになりました。はい、こちらが注文したオムレツセット69バーツです。フライパンの上には調理されたベーコン、ソーセージ、トマト、エリンギ、かぼちゃ、オムレツが乗っています。それからトーストは、半分にこれ切っていますけど1枚ですね。あと生絞りのオレンジジュース、ブルーベリージャムとバターですね。それからこちらの容器、中を開けるとフルーツが入っていました。いや、この内容で69バーツはちょっと驚きです。まずはこちらオレンジジュースなんですけど、生搾り 100% でした。明らかに販売されているオレンジジュースとは異なりました。それから調理されたこの野菜とかオムレツですね、もう熱々出来たてはとても美味しくて食べ応え十分です。いや、これで69バーツはちょっとやっぱ信じがたいですね。パタヤだと120とか130バーツぐらいそうな、それぐらいの内容だと思います。こちら食べてる途中にカウンターの奥でですね、店員さんがずっとオレンジを絞っていました。すごい量のオレンジを絞っているので、間違いなく生搾り 100% です。セットにコーヒーは含まれていませんが、甘くて新鮮なオレンジジュースをいただくことができます。こちらの店とても美味しかったので2日後にも訪れてみました。今回はワッフルとパンケーキのメニューですね。はい、ボリュームがあります。当然こちらもフルーツがセットされていました。こちらの内容で価格は89バーツ。ワッフルもパンケーキもとても美味しかったです。ちなみにメープルシロップはテーブルの上に用意されていますので、自由にかけることができます。いや、もう期待を裏切らない美味しさで最高でした。ということでホアヒンを訪れた際はですね、ぜひこちらの店朝食で利用してみてください。
続いてはですね、こちら朝食ではないんですけども、ココナッツシェイクのお店があったので利用してみました、まあ、どうやらチェーン店のような感じでしょうか、価格は60バーツとパタよりも少し高いかなといった印象です、ココナッツアメリカーノとかコーヒー系もありますね、ただお店の演出はとてもこだわっていて雰囲気は悪くありません。はい、こちらも途中まで飲んだ様子なんですけども、キャラクターが描かれているのでチェーン店で間違いないようです、まあ、味は少し薄く感じたので思っていたよりもちょっと内容的には期待外れでした、ちなみにナイトマーケットではフルーツスムージーが30バーツ、パタヤよりも少し安い価格で提供されています。今回最後に紹介するお店はインパクトのある大きなハンバーガーです。お店の場所ですが、ホアヒンの駅から少し南の方に行ったところにあります。少し偏僻な場所ですね。お店の名前はリトルビアバーガー、このキャラクターが何とも言えません。訪れた時間は早いこともあって誰もお客さんがいませんでした。食事は屋外でいただくオープンスタイルです。はい、こちらがメニューになります。単品での販売もありますが、店員さんからはセットがおすすめということで今回はセットを注文しました。はい、こちらが今回注文したリトルベアメニュー、 150g のビーフパティが入っています。他にビッグサイズとベビーベアサイズがあるみたいなので中間のサイズですが、パティが見えないぐらい野菜がたっぷり入っています。それからセットのフレンチフライも1本がでかくて分厚いです。いや、ファランサイズですね、これは間違いなく。それからセットのバニラシェイクですね、こちらも量がたっぷりで味も最高でした。いや、これは間違いない組み合わせですね。野菜が多めですがビーフパティもしっかりと味わえる美味しさです。はい、こちらリトルピアメニューは499バーツでした。とても食べづらい中でしたが25分かけて無事完食。とてもフレンドリーなスタッフが印象的な素敵なお店でした。気になる方はぜひ訪れてみてください。次回の動画ですが、ホアヒンの街の様子とパタヤ行きのベルトラベルのバスを紹介したいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。